うちのりっちゃんは猫風邪で療養中。というわけで今日は、激変わりちゃむちゃイチャイチャ集をお届けしていくでごわす。ついでに、おいどの最近あった昔ついた話もしていくんだけど、実はちょっと前に家を引っ越したのね。で、しばらく生活してみたら、こりゃ車がないと生活できないなーって感じだったので、フルローン一括払いで車を買ったわけ。で、無事に納車されたから、よーし、パパ今日は奮発して外食に連れてっちゃうぞーとか言って、上機嫌で新車を乗り回しながら、子供と公園に行ったり、ファミレスでダイナーをばいたりしたわけ。で、重たいフルローンは残っているものの、新車に満足して、ルンルン気分で ちなみにプリウス「やだなどういうこと?」って思ってオーナーさんに電話したんだけど「借り紙とかしてトラブルになるのもやだから空いてる場所に止めておいてもらえますか今後気にしておきますんで」っていうなんかヘネヘネしたこと言われてもうあれですわイライラがねャャンボルギーーマックスシャーシャーモードでこれって通報していいのかなとかスマホでネチネチ調べてたら慌てた顔をした女性3人組がいそいそと走ってきて「ごめんなさいすぐどかしますね」って言ってきたわけだからおいどんがっつりってやったわあよかったお願いしますおしまい